いいんですけど残念です。さあ続きましての試合は比嘉さんの息吹対四方田さんのガットリード。さあ比嘉さんがかなりお久しぶりな感じですが、さあ息吹息吹と、さあ野試合でもねかなり比嘉さん良い動きをしていましたが、さあブロッキングから手大コンボを決めているのは四方田さんのガットリー。さあ肌切りで押し返していく。ガットリーの体力の方が多いが全然油断できないですね。しゃがみ大パンチ、安定がお強い。さあ裏から近距離大キック、さあめくって大キック、さあよライダーを決めていく。投げ抜けて、これはスタンまでいくのか、ちょっと下がって、さあ体力もスタンチもこれは危険。大抵すごいところで大抵当たったな。さあ比嘉さんがかなり体力を残して1本取り返していく。息吹は体力が低いんでね、ガトリのコンボ食らってしまうと相当大変なことになるんで。さあカスミスラフはちょっと出なかったか。さあダートしゃがみくらいからコークスクリューブルをつないでいく。さあガードされてもケアしている。大ジャンプキャンセル。さあそしてカスミスラフ、さあ突然来た。さあイモアブさんの試合で見たやつ、突然の首折り、突進、突然の突進下段がやってくるっていう感じですね。さあショートスイングブローからおそらくコープスクールで削りまでケアしているでしょう。まずは四方田さんが一本選手。さあ危ない危ないって言ってます、ね、なんか喋ってます。さすがに現役って四方田さん言ってますけど、結構ヒヤ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 なんですけど。さあ四方田さんが一本選手。さあ比嘉さんここからどう巻き返していくか。さあ投げの光にショートスイングが当たる。さあリープに乗っかるが中継。さあ対空中段下段下段暴れが早い。シュ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 、さあ中継置いてある。中段はガード、中段はガード、中段は当たる。リーパー早いですからね。ハイジャンプしなくて、さあダットリーが2連続で投げていく。さあ EX カザキから当たってます。空中打撃これは前に落ちて歩いてした。さあ届かなかったか。ショートスイングが痛すぎる。さあ体力黄色色なんですけども、全然ここから終わるコンボありますからね。大剣決めて、あー危ない。これはパスミスなく、あー惜しい惜しい。カスミスザクのブロッキングね、みんなよくできるな。さあ EX ショートスイングからコークスクリュー。さあ置き攻めがついてくる。中段はガードしている。投げて画面端近く、さあカニパン当たってコークスクリュー、バラ重ねて安定の置き攻め。突然の下段、これはコークスクリュー暴れ、勝ったのは四方田さん。じゃあヘボ流羊羹。